そうだ、だってコンボイさんたちもコンボですチャンネル、うん、今度コラボしましょうよ、普通に。あ、いいね。あ、行こう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 って何、行こう行こう、コラボしに行きましょう、コラボ行こう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 、コラボ、コラボ公演行こうよ、コラボ公演行きましょう、コラボ公演、なんで仕様も言えないんだよ、コラボ公演どこだっけ、コラボ公演、あんたが言い出したんでしょコラボクのコラボク3の1の3の1の3丁目なんだよ、意外と1丁目かと思いきや。普段コンボですチャンネル主に何やってるんですか。コンボで体を張ったり、ああ、ロケしたりね、はいはいはい、ロケのイメージあります。ロケなんだ、そう、マッチングだ、そういいっすね、それ系やりましょうよ。え、はい、やりたいやりたい、普通になんかちょっといいとこ行きたいっすね、行くならいいね。あとはコンボイって得意なことなんですか。あー、コンボイさんの得意なやつか。ジャンプ、ジャンプちょっと転がったり、なんかタクシーに引きずられる動きとか。でポケモンだったらめっちゃ強そうっすね。転がる、跳ねるは弱い、暴れる、転がるめっちゃ強いっすからね、暴れる、暴れる、暴れる確かにちょっとやりたい、嫌な音とか出せないっすか。あ、嫌な音出せる、嫌な音出せるか、嫌な私服、でも嫌な私服も出せるかいや、あんた選んでもらったんでしょ、嫌な私服カラメストーンさんに。いや、そう、でも嫌らしい、それでもあんなにみんな湧いてたのに。まあこれからだな。え、服がこれから伸びることあります、その、もう買っちゃったのに。あ、いけるいける、いやいや、あれでしかないけどな、服はもう着こなすも覚えさせてくれれば。嫌な音はやっぱ中から出るのが出せるかもしれないし、嫌な音、はい、はい、ポケモン対決します。だからお互いポケモンだとして、あ、俺とニックさんがトレーナー、トレーナーで出し合って、面白そう、で、ポケモン対決、あ、あ、あ、はい、いいね、それやりましょう、面白そう。ポケットモンスター、ドローにはそれだけはつけたいよ、ないドローが一番冷める、うん、ポケモンドロー ちょっとありますよね、自爆とか、自爆とかですよ、ね、うん、ポケットモンスターナカルティンコンボ、ああ、いいです ね、 いいね。嫌な音ってなんかあれっすよね、能力下げるみたいなやつですよ、そう、防御力をガクッと下げる、うん、ガクッと下げるそういうのばっかやってもらう、確かに HP 決めといて、うん、いけそうっすね、男性にして。だったら本当に草むらでやりたいなそう、マジの草むらで。うわ、どっちが主人公っすかね。ヤスさんが、その、待ち構えてて、びっくりマーク出す人が、メガキさんが待ち構えてる。それかもう完全に通信対戦だとして、通信対戦、はい、オンラインのね、うん、まだ持ってます、あのゲームボーイアドバンスの上にくっつけたら、いや、あったけど、あのカチッてはめるんだよそうそうそう、この取ってみ、つまみみたいなのがその耳みたいに出てさ、ワイヤレスアダプターだっけ、カチャってつけんだよ、ワイヤレットリーフグリーン、あれ懐かしい、だいぶ後半だよ、あ、そうですよね、新ケーブルだった、それでちょっとやりましょうか、やろうか、やりたい、ポケモンバトル、うん、何タイプなんだ僕たちは。ああ、確かにコンボイさんはでも飛べるから、飛行、飛行じゃないですか、飛行格闘とかじゃん、俺、格闘、格闘ちょっと違う、でもバカ、あ、いや、バカタイプだね、バカ隠蔽、何に強いんだよ、バカ隠蔽は、それ正義なんで、ちょっと、正義絶対弱点じゃねえか、ちょっと隠蔽って何ですか、隠蔽、いや、隠蔽のタイプ、あ、隠蔽ってあれか、そのタイプないです、嘘松ばっかりやるやつか、コンボイさんが言わなきゃバレないっていう必殺技があるから、あ、隠蔽の技いや、俺は別に隠蔽してないから、弱点つけられやすいから、多分それ隠蔽は、でも弱点はね、弱点は、まあ確かに意外と正義に強かったりするのかな、正直者とかには強いっすよ、あ、正直者はな、バカと隠蔽タイプないから、そんな飛行炎とかに刺したよ、リザードみたいな、飛行炎、うん、ナカルティンは何だろうな、手汗かくんで、うん、水ですか、そんなに確かにね、ハイドロポンプだ、水鉄砲とかそういうレベルでいけるの、ええ、もうすごいですよ、ナカルティン手汗が、うん、手汗が、わけ合わせすごいね、ああ、じゃあ水タイプだ、水だ、はい、水飛行、水バカ隠蔽ですね、水バカ、なんで3タイプいいな水飛行でさ、なんかギャラドスみたいにしてよ、ああ、ギャラドスね、水バカ隠蔽って、ああ、確かに、なんだろうな、ギャラドスかっこいいですね、そう、
隠蔽ポケモン。隠蔽ポケモンじゃない、ギャラドスは竜ポケモンだから、神話の神話のかっこよさでやってるからね。あんなふうに進化すると思わないから。そうだな、なんだろうな。ナカルティネでも隠蔽、ナカルティネはでも、あの親が隠蔽癖あるもんな。ねえよ。え、親が昔あの家下なんですけど、うん、そう空き巣に入られて、うん、でそれなんかやっぱり伊坂家って周り知ってるんで、うん、警察もあれお医者さんのってなって、うんうん、それが恥ずかしくてセコムとかも別に入ってなかったから、うんうん、なんかえなんで空き巣入られたか分かりますかみたいな聞かれた時に、うん、いや多分入り口にそのなんかその旅の本を置いてて、うん、で絶対ここに行くってバレてたからだと思います。どこが隠蔽なんだよそれは。プライド高いから違う。そういう隠蔽はするからな。ただ恥ずかしかっただけじゃなくて、うん、その空き巣に入られたことに、うん、なんかその半日ぐらい気づかなかったんですよ。うわそれは恥ずかしいよな。うわだ隠蔽親ポケモンだな。あそうだね、コウモイさんと親子じゃねえかガルーラみたいな。あ、ガルーラ、隠蔽ガルーラだったんだ。コウモイさんポケットに入ってない。コウモイさんの頭蓋骨かぶって確かに。じゃあもうシオンタウンでの設定にして、コウモイさんがもう死んだあの隠蔙の親ポケモンっていう設定にして。ここじゃないだ。もうちょっと行っ て, もうちょっと行ってください、はい、すいません。カラカラだな。あのじゃあ大阪城の方行っていただいて右かな、ここだよね。そうですね、多分、うん、森の宮。そうだ、森の宮に今向かってることも伝えてなかったわ動画で。カラカラとガラガラ、カラカラとガラガラいたけどなくなっちゃってね。そうしましょう、うん、カラカラで技はちょっとおのおの考えてきて。そうね、はい、いい技の組み合わせだと、うん、いっぱい用意してくる、うんうん、いっぱい覚えさせる。確かに。あんま親子で戦わせんなよいや親子対決が一番燃えるだろう。隠蔽対決なんか物盗むやつとかあったっけ。あ全然ありますね、多分ポケモンの技ね、うん、てか泥棒って技あるよ。あいいじゃん、ぴったりじゃん。あの持ち物盗むやつ。じゃあもう2人とも技1個泥棒だけにして。いやない、泥棒じゃないって。コンボイさん泥棒だけど。泥棒じゃないよ。俺もそんな話はないんだって。隠し続けてきたわけじゃない。泥棒1個だけずつそう1個だけずっとお互いのものを交換し合うだけの協力して他のもの盗んだ方がいいドロボ、はい、こっちだ。あーこっちだ、うん、そうっすね、まっすぐ行ったら。昨日も滝音さんのな、滝音のな、はい、えネタの下り見て面白い、はい、今度やろうって言って。おー、ドロボじゃん。それは本当に言ったからやめろって。マジかよ、ね、ドロボポケモン。滝音さんのやつって使えるとこありますよ。なんかだいぶ独特ですよ。なんかすごいコンビでのやり取りがすげえ面白いのあったんだよそれ。やってもバレねえかなと思って。自分のこと私って呼ぶとことか。違うよ、そバレるだろそれ。それやりましょうよ。私だって一番バレる今日。私さーで急に言い出してあ、ここら辺ですよね。ここ U ターンしてもらえたら。でもあれだな、この先でちょっと U、はい、U ターンすることあります。はい、あ、いいね、ここだね。森の宮着きました。あー着いた。黒帯さんとダブル東さんと、うん、ナイチンと俺らで、はい、楽しみだね。4組楽しみですね。これ一番最初に言うべきでしたね。そうだね。あ、すっかり忘れてたこんなエンディングでそのタクシーだったんだって今なりましたね。東京だと思われてても全然おかしくなかったですからね。確かに、はい、これは今さっきまで京都にいましたしね。いや、そう、その話もしてなかった。おお、ありがとうございます。おー、すげえ U ターン来てる。熱いね。え、熱いな。天気よくて暑いんだけど、はい、涼しい。そうだな、ね、